たもの。マコールでまた何か起きなきゃいけない。途中だよ。あ、クラウド。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん？その目は。もしやソルジャーかね。え、ああ、うちの子を知らないかい。ザク、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや、知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが。あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね。うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい。何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。なんもなんも。さあ。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。ミッドガルの人と聞くと、つい息子の知り合いかもと期待してしまってね。ここと違ってミッドガルは広いだろうに。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。二人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう、優しいね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。
だった？何にも連絡もないって。そう。エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い。少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。